はい、どうも皆さんこんにちは。今日3月29日の金曜日です。今日ねちょっと走ったり練習したかったんですけど、筋肉痛、大臀筋とね、内転筋か、筋肉痛ががっつり残ってまして、今日はその筋肉痛がある場所を避けて、まあ、上半身のね、ちょっと補強をやってました。はい、で今日の動画なんですけど、ですね、まあツイッターとか、動画のコメント欄とかでもね、いただいていたんですけども、まあ、僕の左足について、ちょっと左足がねなんかおかしくないですかっていう、話というか、よく、質問がありましたんで、その僕の左足の状況についてね、皆さんにお話ししたいなと思います。これは実はね、 YouTube のライブ放送の中でも少し僕話しているんですけども、ですね、若い20歳ぐらいの時にですねオートバイのレースを僕やってまして、筑波サーキットの最終コーナーでエンジンが焼き付きまして、かなり100キロ以上のスピードだったんですけどね、そこで転んでしまって、左足の距骨という骨を、そこでね骨折してしまいました。このくるぶしのね、関節の中にある、卵大ぐらいの大きさのものなんですけど、この距骨という骨はね、足首を動かすのにとっても重要な骨で、しかも栄養が行きづらいっていうことで、ボルトで止める手術をして、かなり長い間の治療になりました。で、1年以上ですかね、装具をつけたりとか、またそのボルトを取る手術なんかもしたので、1年以上ほぼ足をついて走ったりっていうことはできない状態で、その後も本当はねリハビリとか行かなければいけなかったんですけど、勤めていた会社の社長に大変お世話になって、恩返しじゃないですけどね、頑張って仕事しなきゃなーなんていうことで、リハビリもおろそかにしてしまって、その結果ですね、ほぼ左足首が、曲がらないというかね、ような状況になってしまいました。右足はね、こうやってグッと、曲がるんですけど、左足に関してはもうほぼここまでです。ここまでしか、曲がりません。ほぼね90度ぐらいしか曲がりません。でこれ何が面倒かっていうと、ジャンプとかできないんですよ。右足はねこうやってジャンプが、ますけど、左足はもうほぼこんな感じで、ほぼ左足はねこうやってできません。だからバウンティングとかもできないし、これ 100m の中で特にね困るのが加速区間ですね。前傾姿勢が深くて足首がねぐって曲がっていくような、状況の中で、ほぼ左足のこの力が使えないので、ストライドもかなり差があるし、やっぱり加速感がね弱いです。ただもうこればっかりはもうしょうがないので、もちろんね自分でストレッチとかいろいろやっているんですけど、あまりやりすぎるとね逆に痛みが出てしまったりするので、その辺も様子見ながらやってるんですけどね。この足はこの足で、この足なりの走り方とかね、をしていかなければいけないと思っているんですけど、なんか、そんな足をね、あまり言い訳とかにもしたくなくて、自分の置かれている状況をね、もう最大限、その中で努力してね、頑張ってやっていこうかなっていうふうに、そんな風に思ってます。シーズンまでね、あと1ヶ月ぐらいなんですけど、減量も順調に進んでまして、まだまだね今からいろいろ細かいところ調整していかなきゃいけない部分がいっぱいあるんですけど、とにかくねベストを尽くして、11秒台っていうね自分の中の目標に向かって頑張って、やっていこうかなって、そんな風に思ってますので、これからもねよろしくお願いします。ということで今日の動画はね、そんな僕の左足の状況について説明させていただきました。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。それではまた。さよなら。